杯目。ありがとうございます。おはようございます。エギングやで、久々の。久しぶりやな。レッツフィッシング。お定番パタパタパタ級。エギ王のラトル入り使います。エオとラトライそれは釣れんで。この色投げ出すから釣れるやろ。エギ王ムラムラチリ。イエーイ。すごいすごい。ちょっと水いっぱい含みすぎちゃう。含みすぎやんな。もうちょっと。1杯目。なんかムカつくな。俺をバックに取るのやめてくれる。解散しようや。はい来たー。言わへんだな。言わへんだな。引き取ったな今。引き取った。はい来たー。言わへんだな。ムカつくな。多分ね、大江に釣れた俺に釣れへんで言う。今日モンスター飲んでなかった。いつも飲んだもんな。飲んでる。釣り来たらモンスター4本ぐらい飲む。心配になるぐらい飲むもんな。移動してきました。移動してきました。帰ってきました。我らがホーム。ホームって言うていいんかな。養老です。さっきのとこ一杯しか釣れへんだな。いや、多へんだもん。もう多分多へんだもん。実家帰ってるもん、みんな。しゃ、やろう。やっていきましょう。このパタパタで釣っていきます。ラトル入ってます。お前好きやな、ラトル入り。ラトルで釣れたからな。ラトルに取り憑かれてるやん。音が鳴らない。気が済まない。シャー釣れたー。やるな、お前。次はこいつや。ド定番やね。ムラムラチェリー。次はこのエギ。ラトルエギ。寄ってきてるよ。ちょっとな、これな。来て来て。手を向けんね。わかる？だからその針の方ってこと。そう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 。いや難しいな、そんな。あ、釣れた釣れた釣れた。すげえすげえ釣った。だから言って、サイドフィッシングは得意やって。シェイ足一本。ブーさん、煽り煽り、めちゃくちゃ煽る。ブーさん、めちゃくちゃ煽って。ペンペン、止め。で、落とす。落としたら、寄るから。抱いてくれ。あ、ブーさんの方行った。あ、あ、だ、釣れた、釣れた、釣れた。釣れた、釣れた、釣れた。そっちカメラある。しゃあ、釣れた。すごいな、やっぱ、サイトフィッシング。僕には釣られへんわ。
釣れたけど、ちょっと逃がします。元気でね。あ、どこ行った？見失った僕。ああ、おるわ。奥におるわ。離れてみてください。これもう一回投げ直した方がいい。そこにおんねん、まだ。お前ら邪魔じゃ、スズメダイ。見えへんやんけ。どれがイカじゃ、ええや。あれ、おらへんなった。おい、スズメダイ。ちょ、スズメダイ邪魔やわ。スズメおっとんかもしれへんね。ああ。だからこいつらの手ついてるのかもしれへん。香りが。ほら来た。え？え？え？あ、待って。おる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 。ちょっとブーさんごめん。そんな映像、あ、映像撮る方が優先やった。いや、俺見えてへんだよね。え、の裏におると思っとってん。ちょっと大きいんじゃまだ。ナイス、それ持っていけるやろ。じゃあ、3匹目。ちょっとサイズアップかな。ちょっと汚いけど。しゃ、来たー。うん、見えてへんだ。しゃ、来たー。3杯目。今2人で計6杯。これいける？ちょっとちっちゃいけど持って帰ります。やっぱスズメダイの後ちゃう。スズメダイのケツや。ブーさん、もしかしてさばいてくれるん？うん、待っとけ。新鮮なやつじゃん。一番新鮮なやつ。すごい、もうコリッコリ。うそ、もうすぐできるから待ってね。ブーさん、醤油ってあるんすか？アホ、お前、そんな新鮮なやつ醤油いらないもん。あ、もう素材の味で楽しめと。おう、じゃあできた。見てみ、さっき釣れた新鮮なイカ。めちゃくちゃ新鮮、もうコリッコリ。ちょっともらうで。食べてみて。うん、あ、コリッコリ。醤油いらんの？いらん。ええー、甘い。うんうんうん、めっちゃうまい。いただきます。新鮮な。全部食べていいから。うわ、え、やばない？うまい。めっちゃ柔らかくない？マジで醤油いらん、甘い。コリッコリ。ちょっと塩味効いとるし。うん、めちゃくちゃうまい。甘いやろ。うん、お疲れ様でした。いやー、ちょっと最初どうなるか思ったけど、養老来たらめっちゃ釣れたな。養老がやっぱホームやな。うん、いやけど俺逆に言うたら今日やっぱこうめちゃくちゃ定番のムラムラチェリーしか釣れてん。やっぱムラチェなんやで。おうよは僕この3種類けど全部ラトルじゃん。全部ラトル入っと。進行はラトルに反応するかもしれない、うん、ラトルしか逆に当たらへんだ。あ、いやー、釣れてよかったわ。途中まで俺坊主でほんまに、おい、落としたらなあかんのカメラ外でガチで怒っとったもんな。まあ、そういうこと言うね、カメラ外はそれはもう言うから。まあ、とりあえず釣れたんでよかった。今年は好調そうやね、うん、水温高いし。ちょっとどんどん行こう、今年。イカもうまかったな。うん、美味しかった。甘かった。めっちゃ甘かった。コリコリやったし。醤油もいいが、そのままで美味しかった。いける。全然いける。また見てくれよな。バイバーイ。